回は直近のアップデで軽略な情報修正された調整の話をしていこうと思うよ。修正内容は効果時間 7.5 から 8.3 カウント、寒冷さんの時の武力低下値がマイナス5からマイナス7強化されてはいるんだけど、ニュースペック仲間やったフレのシューターが知力4になってしもて取り起こされた感が否めへんのやよな。各国の武力6制圧に国連被爆と比較して正気に突撃術や速度上昇がないのも痛いとこやな。ただこのカードは正気に血のりを持っとるんや。相手のデッキに合わせて覚醒するか決める分には持ってこいやな。血のり牙のええところは後々紹介するとして試合の方を見ていくよ。一人でも多く生き残れ。とんでもないことになったぞ。わしは逃げぬ。どうや、どうりゃ使え。俺は負けねえ。ああ、使うがいい。どこへ。昨夜内乱は取れたけど、相手の足並みが揃っとるから次は抜けて立ちターンになりそうやね。まあそうだろうな。冷静は寒冷に関係なく式4で武力プラス8 1.5 コスに撤退するだけあってなね。計略として効果が高めやな。お相手はカウンター狙いを選択。次の相手のターンでは冷静が戻ってくるから火が2枚を消して、もう一度冷静で守りたいかな。校長カットインが入った時は試合のその後のプランを考えとるで、マフィア号令に連打される流れの時は冷静から寒冷の噴撃につなぐのを想定しとるよ。ことになったぞ。ああ、使うがいい。俺たちだけでこう、はい、あげる。まあそうだろうな。どうや、うわ、迎え撃つ。レッド命を貸してまっすぐ進め。迎え撃つ。行くぞ。迎え撃つ。レッド。どうや。うわ、マジか。くらえよ、倒産。バカ。一人はいる。くらえよ。我が父上は将校と共に守りきれたものの逆転されてしもたな。オーンが残っとるから
強引に内乱でまくって再起で締める流れにしたいとこやね。一人でも多く生き残れ。ゴールド解放だと心に刻むのだ。軌道の花を勇気に変えて。俺たちだけでこう、はい、あげる。そうそう、角力場のええところの話なんやけどな。こんな感じで奥義で復活した豪作をきっちり一発で破壊することができるんだ。頑張って。文句の女がかかってきやがれ。主の命運をつなぐ。我が命にかけて。どうりゃ。これはマジか。わしは逃げぬ。迎え撃つ。三時屋、行くで。ノーと、こんな感じに武力22やった両党が武力10のや。貫く。一人でも多く生き残れ。この絵を一人はいる。今回はこんな感じや。スペック面や感銘1以下で使い物にならへん欠点はあるものの、今回の強化を受けて感銘3で使う価値も出てきたとパーと思うで。そんじゃここまで見てくれてありがとうな。次も見てくれると嬉しいで。